はい、どうも。15パック開封していきたいと思います。昨日ちょっと動画疲れてあげられなくてすいませんでした。はい、では1パック目、はい、ではお宝あったから、これ結構強いですね。2枚墓地に置ける。あ、クロノパゲラです。スーパーレア来ました、いきなり。はい、ヘルブラフですね。では2パック目、ブッチビーズ、トロワチャーシャー、プレプレ、ザミスター、トラップトプス。ライフプンチャージャー、ホルホルマンですね。ジャンヌスパーク、グー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 、あ、ヘルボロフ、いいですね、ヘルボロフ。もうすでに2枚来ました、15枚。はい、ニッカーはダブルライフ、ブッチビーズ、スリリングジェット、メタルアベンジャー、100万リン。何パック目でしたっけ、忘れました。ゲンジファイヤー、トリガー、半蔵忍法、前もこんな感じの配列ありました。はい、まあ、ビクトリーは来ないと思いますが、まあダブルビクトリー、ビクトリー B、ダブルビクトリーもあれですけど、まあビクトリーのデスゴロスもう1枚ぐらい来るんじゃないかと思ってね、15パック買ったんですよ、500万リン。アルカス、トロワチャージャー多いな、これ結構使えますね。マスタースパーク結構強いです、タップするの。ステーキバーグ、はい、ウィシャスですね。今回闇文明が結構出てきてくれてますね。まあ残りあと何パックかあります。10パックはないけど、はい、サソリスレイジですね。まあまあいいカードです。スーパー1枚来てるから、まあ満足っちゃ満足ですけど、せめてビクトリー来てほしいな。ゲンジファイヤー、アドベンチュー、最短の聖地、ベルザ来ましたね。1000万ディエンです。よし、ディエンも豊作になってきた。いよいよ持ってこの15パックで1000万超えてれば、まあ結構多い方ですね、ディエンは。アクアレイヤー、伝承の儀、メタルアベンジャー、レッドソウルですね。はい、残り5パックぐらい。ブッチビーズ、トロワチャージャー、ボンバクタイガー、フォトレザウルス、ドラグメントイノベーションですね。ステーキ、ジャンヌ、ボンバクタイガー、オクトパスカル。残り2パックです。ビクトリア来ないか。そうですか、グレモルト刃来ましたね。これは嬉しい。マスタースパーク、お、今回ディエンの豊作すぎるほど出ました。約2500万ディエン近く出たと。どんぐり、はい、終わりです。ディエンが、まあやっぱヘルボロフワンボックスに2枚入ってるみたい。1500、2600万ですね。まあ、こんな感じです。アギラが良かったと、グレンモルト刃ですね。まあ、一応ワンボックスの2枚しか入ってないヘルボロフ、サルベージしました、2枚。じゃあご視聴ありがとうございました。